動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber、ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。スズメがやってまいります。というか、まあ最近ね、我が家の畑を耕すっていうことで、まあ、その鳥が来るビオトープを作りたいっていうそういう夢がありますのでですね、まあちょっと今いろいろやってるってちょっとスズメさんなんかっていうのを呼び寄せてるわけなんですけども、まあ今日ご飯食べた後に外見てたらなんか外でスズメが待機してましたからね、まあツイッターの方にも投稿させてもらったんですけども、なんか夕日に照らされてスズメの影が見えてじっとなんかご飯くれるの待ってるみたいな、そういうスズメの絵ってなんかいいなと思いつつ、まあでもね、近づいたら逃げますから、スズメ野鳥ってのはすごいやっぱ警戒心が強いですからね。まあ姿は見せられないんだけども、まあなんか影だけでも楽しむっていうのもなんかおつなもんだななんて思いますよね。まあと言ってもまあなんだろう、スズメが見れるからとか近くに寄れるからとかっていうことも目指すわけではないですから、やっぱその自然とね、まあ人間じゃないです、僕は野鳥じゃないですけどね、ほら社会に揉まれて見にくくなるとペンギンですよ、元野鳥ですよね、もう元には戻れないんですよ、怪我されてますから、いろんな人間に怪我されちゃったからね。さあ、ということでね、まあ、楽しい動物のお話をしていこうかなと思いますけども、今日は野鳥のお話なんだけども、まあ、共存ってのは難しいなっていう、そういうお話でございます。熊本の新聞でございます。電柱から突然出火、100個停電。火元はカササギの巣、撤去は熊本だけで年間5000件。電柱の上から炎が上がる写真が SNS こちら編集局に寄せられた。場所は熊本県山鹿市、鹿本町、鹿の元と書いて鹿本町ですね。消防車が出動する騒ぎとなり、この出火が原因で周辺約100戸が停電した。撮影した道庁の農業女性46歳の目撃情報によると、原因はカラス科の鳥カササギの、巣だということです。撮影は4月14日午前6時半ごろ、出火直後カササギはなんだか困惑した様子で近くの電柱に飛んできたという。女性は最近も周辺でカササギを見かけることがあったという。3月から6月はカササギやカラスの繁殖期、九州電力送配電熊本支社によると、一部の県境を除く熊本県内には約47万本も電柱があり、2021年度は約4000本で、鳥の巣を確認した。ほとんどがカササギとカラスで、同じ電線に何度も巣を作ることから撤去は年間延べ5000件にも上る。まあ、前僕電柱鳥類学っていう本を紹介した時の生放送で、まあこの案件述べましたけど、まあ取り除くの大変なんですよね。まあ慎重にその専門の車が来てで巣を取り除かなきゃいけないっていうところですけども、巣に使われた金属製のハンガーなどが漏電を引き起こすケースもある。鳥の巣などが原因での停電は2021年度に熊本支社管内で9件あり、九州全体で60件、3月6月に目立つという。漏電から火が出ることもごく稀にあり、同支社は電柱に鳥の巣を見つけたら事業所へ連絡をと呼びかける。ただ全ての巣がすぐ撤去されることになるとは限らない。作業員が現場を確認し金属を取り除いて対処するケースもあるという。途中で撤去すればまた巣をすぐに巣作りを始めてしまうことがあるのが理由だ。こうして年に数百件ひな鳥の巣立ちを待って撤去されるという。まあそれだったらちゃんと育ててほしいなっていう気持ちもあるんでしょうね。でまあカササギでございますけども、サギ科の仲間じゃなくてカラス科の生き物ですね、カチガラスと呼ばれる。佐賀県平野に多く生息し、カチカチという鳴き声や、腹や翼の端が白いのが特徴。一般的に黒いカラスと比べると一回り小さい。熊本県内では海沿いや平野を中心に生息域が広がり、局地的に繁殖もしている。でこれ最近繁殖し始めたみたいですね。で日本野鳥の会熊本県支部によると、佐賀県でも7から8割が電柱に営巣しているが理由は不明という。まあでも最近そうやって電柱を住処にしているカササギが増えてるってことですけどもね、まあそのカササギにとって福岡
っていうかどうかっていうのは分からないんですけども、まあでもなんだろう、結局のところ巣が燃えてしまっては中にいた、ヒナだったりとか卵だったりっていうのもダメになっちゃうわけですから、だったら撤去してもらった方がいいんじゃないかな。まあでもね、同じ場所に巣作りますから、ただカササギに巣材に金具は使わないでくださいって言っても分かりませんからね、あ、そうなんだ、じゃあ木材使うわっつって言うことになりませんから、まあその度にやっぱり人間側がお金を出して、対処しなきゃいけないんだろうなと思いますけども、なんかできないかなとは思いますよね。なんかそのカササギが嫌がるような匂いを電柱に塗りたくっとくとか、なんかそういう対策で、できないかななんて思ったりしますけどね。まあそもそもカササギだったり他の鳥が住んでる地域に人間が進出してるっていうことは理解しておかないといけないので、まあそこら辺は人間が上げる利益の中で、やっていかなきゃいけないのかなっていうふうに思いますよね。まあ九州電力お金持ちだから大丈夫だけど、まあでもできる限りだったら、まあその前の対策っていうのをしてほしいななんて思いますね。ということでございまして、今日のニュースは熊本県の電柱にカササギが営巣、100個停電ということでございました。